続きましては宇宙通信研究室研究員菅智重の発表です。タイトルは経営体移動体衛星通信の電波伝播の研究について。それでは菅研究員よろしくお願いいたします。それでは菅の方から発表させていただきます。まず電波伝播についてなんですけれども、電波伝播というのは電波がどのように伝わるかということでして、ここから衛星から地球の極に届く際に、自由空間、距離による減衰ですとか大気や降雨による影響、また建物等による反射や回折、遮蔽、また移動によるドップラーの影響等、さまざまな影響を受けて地球極へ到達します。これらの情報が分かることで回線計算などに用いる偏重方式の決定ですとか地球極のスペックを決定することができます。で、今回は携帯というところを使うんですけども、より高速な通信を求めてということでして、従来は L 帯1から 2GHz、S 帯といったところで衛星携帯電話と、あとまた海上の通信で利用されていたんですが、インターネット等を十分に使うにはちょっと力不足なところがありまして、より高い 高周波帯の携帯ということで26から 40GHz のところでの利用を考えています。周波数が高くなることで使える帯域が広がり、通信容量がアップしたりですとかを期待できます。ただ電波の目線から見ますと降雨による減衰の影響を受けやすかったでしたりします。また直進性が高くなるので解説等はしにくくなったりします。我々2018年まで WINS 衛星を用いていまして、航空機や船舶また車載局を用いた各種実験を行ってきました。これらの実験については参考資料に書いてあるので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。現在なんですけども、先ほど大倉の方から説明がありました、航空機用の平面アンテナを開発しておりまして、それの評価試験を実施しております。で、こちら右手に見えますのが飛行機になりまして、私おととい実際に飛行機に搭乗して飛行機側で実験に参加しました。機内の様子としてはこちらに管制広報装置がありまして、機体にはこのようにカメラ撮影用の機体を用いてまして、穴が開いています。でその穴から下向きに、このアレアンテナをつけていまして、その上には管制広報装置がついてまして、機体の揺れとかでアンテナが地上局を追尾できるようにしています。で、こちらがアンテナのコントロール装置ですとか内部のものになっておりまして、座席から見るとこのような形で操作をしたりしました。現在私はこの地上局のところにいまして、で評価項目としましては、飛行機を直線的に飛ばしましてアンテナのビームパターンの評価ですとか、モデムから偏重波を出すことで、通信品質の評価を行うということで、旋回してある程度一定のレベルになるようにして飛行してデータを取るということをしております。また資料では、当初雲による減衰を図ろうと思っていたんですけども、ちょっと天候の様子もありますので、今回は、木にアンテナが隠れるような場所に移動しまして、こうやって直線飛行することにより電波がちょうど遮蔽される、木に遮蔽されるという影響も見れるのではないかということで、そのあたりの検証を行おうとしております。治療局としまして、治療の受信装置としましては、我々が使用しております車載局、こちらが発動発電機を積んでいますので、こちらで電気供給をし、この上の部分にアンテナを積んで、この標準遠因法アンテナによって受信をするという形で実験をしております。スライドを用いた発表としては、以上になりまして、携帯の電波研判の研究について軽く紹介をいたしまして、現在実施で実験について説明をしております。でこれから実際ちょっと今現地で作業をしておりますので、その様子をせっかくなので生でお伝えできると思いますので、中継という形でお伝えしたいと思います。こちらが今実験の様子なんですけども、こちら今目の前に見えるのが車載局となってまして、この左上の部分に装置がついていまして、
これが受信の受信機となっております。で、よいしょ。では中の様子になるんですけども、上のアンテナから受信した装置をケーブルを通してこちらのスペクトラムアナライザー等でレベルの評価をしております。今ちょうど飛行機がこちら向かっているというのでちょっと電波の方を見せたいと思います。こちら今ドップラーの様子を見てるんですけども、今近づいてきますので高い周波数から、低い方へこの山が見えると思うんですけども移動してくる様子になります。で今やってる実験としましてはアンテナのビームを真下に向けていて地球局のそばを通るように移動しております。今これレベルがだんだん上がっていく様子が分かると思います。でこちらの方では、受信電力の変動を時間軸上で見ています。このように中心に近づくにしがってレベルが高くなっていって、アンテナのビームパターンが、このように見えているのが分かるかと思います。はい、このような形で実際に実験をしております。でちょっと瞬間的な絵になりますけども、下から見上げていますと飛行機はこんな形で飛んでいくっていうのが見えたりもしています。また、変調信号を見るときですとこういった形で、近づきにだんだんレベルが上がっていって変調波が見れるというような実験も行っております。はい、これで発表は終わらせていただきたいと思います。菅研究員、ありがとうございました。はい、はい、こちらから、いただいている質問についてご紹介させていただきますので、お願いいたします。2件質問がいただいておりまして、この前の大倉さん宛ての質問と思いますので、その場所に大倉さんがいたら、はい、変われますんで、変わっていただいたらと思いますけど、1つ目の質問ですが、実際にこういったアンテナをですね、航空機に普及させる鍵は低価格かと思いますと、見通しはいかがでしょうかというのが1つ目の質問です。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、その低価格化っていうところが、非常に、我々も課題だと思っておりまして、かなり性能の高い、アンテナにはなっているんですけども、要はその高性能さっていうところがきちんとまず、ご理解いただくことが大事かなと思ってまして、で、それでですね、要は使えるものという認識をまず持っていただいて、いろんな方にですね、そのアンテナが欲しいと思っていただいて、こうやっぱり、なんですかね、そこに興味を持ってもらうということがまず一つ大事かなと思っております。でそうしてこうアンテナに対するですね、関心が増えていくことで、その需要っていうのが増えていくかなというふうに思ってますので、そこがやはり鍵かなという形で、今回ですね、今我々がやってる実験っていうのを実際紹介させていただきまして、こういった形で今実際最終的なですねアンテナの形に向けて、着実に研究を進めておりますので、それがですね、形になった時に、ぜひ皆様にですね使っていただけるような形で、持っていければなというふうに考えております。ちょっと、ご質問に対する回答として正し意図を汲み取れているか分かりませんが回答としては以上となります。はい、ありがとうございます。低価格化に向けても頑張っていくということで理解いたしました。はい、あと、もう一つのご質問ですけども、512素子 RA アンテナに関して、各素子の間の位相であるとか原因 の, 差構成はどのように行うのでしょうかという質問です。かなり、大変じゃないかということで、ご質問いただいています。はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃるご質問いただいた方 の, ご理解の通りで、現状はですね、そのレブ法を使って、アンテナの構成をしております。で、素質が増えるほど測定回数が増えるというのもおっしゃる通りで、
それに関しましては今別でですね構成手法についても検討を行っておりまして、より高速にですね構成できる手法っていうのを開発をしまして、そのアンテナをですねリアルタイム動作運用している最中リアルタイムで常に構成かけながら運用ができるようなですね構成手法についても今現在検討を進めておりまして、また別の機会にですね発表させていただける機会があれば、まあ、それについてもご紹介できればと思います。以上となります。はい、はい、ありがとうございます。あともう一件今質問いただきました。これは菅さんの方に答えていただくのがいいかと思います。今の航空機はどのぐらいの高度で飛行されていたのでしょうかという質問です。先ほどお見せした実験の時は3000フィート約1000メーターぐらいで飛んでまして、で実験によっては2000フィート600メーターぐらい、一番近いところでは1000フィートの300メーターぐらいの高さで飛行はしていました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大倉研究員、菅研究員にご質問にお答えいただきました。